一度は撤退した国防軍、彼らはしかしカラス森の地を諦めたわけではなかった。野行の統領政盛は国防炉の動きを察知し、野行の本拠地をカラス森へ移すことにした。そして国防炉がついにその牙を剥いてカラス森の地に襲いかかってきた。雪政殿、参るぞ。お、行くよ。さて、これを誰が撃つ。では拙者が撃ちます。はいはいはい、はい、いや、拙者が先。頼むぞ。任せなさい。狙うはど真ん中。敵に回したことを後悔させてやれ。心配はいらん。任せたぞ。もしもの時は骨は拾ってやる。お茶にしませんか。修二さん、言いたくはないが緊張感を買い取りやせんか。お父さん、
僕はあの二人の父親ですよ。うん。あの子たちのことです。やってくれますよ。さあ、トシモリ、お家に入ろう。うん。気を仕掛けております。そう、いずれ左近が姫にカラスモリを献上することになりましょう。あの子、カラスモリ攻撃任せちゃったの？はい。私あの子嫌いだって、何考えてるかわからないんですもの。存じております。姫があれをお嫌いなこと、あれがいらぬ策謀を巡らせていることも。だったらなぜ？物には使いどころというものがあるのですよ。野行野行と言いますが、大したことはありませんね。所詮は雑魚を相手に満足しているような連中じゃありませんか。おかしい。これが国防楼の総攻撃か。弱すぎる。狙いが他にあるのか、もしくは本体を動かせないのか。いや、一殿も少しは役に立ちますな。どこだ？ずいぶんたくさん来てるね。あいつ何探してやがんだ。左近様、このままでよろしいのですか？部下たち次々とやられてますが。うん。私は格下のやつから意見されるのが大嫌いなんですよ。さてと、ではそろそろ真打ち登場といきましょうか。うん、これでは拙者の出番がない。ムカデ、足を貸せ。一足千円から。お前いつからそんな商売始めた？棟梁が仲間に遠慮はいらぬと。その解釈間違っておるぞ。せめてもっと安くせんかい。竹光張り切ってるな。オド、俺にも弾くれ。撃つから、うん、どうした？あれはまずいな。
んてパワー、これまでのあやかしとは桁違いのやつ。しっかり捕まりなされ。引け。悪な感じ。野行の皆様ですね。はじめまして。私、左近と申します。お見知りおきを。この度、我が実行一部がカラス森を頂戴に参りました。ゲッパ！ベリオー力！止め！まさかこれが野行の実力ではありますまい。出し惜しみは感心しませんね。だったらやってやるよ。よしもり。なんだよこんな時に。匂いがする。近くにいるよ。人側の匂いだ。それも黒髪のやつ。何どこだ。あんたがいつも教えろって言うから教えたけどさ、いいのかい、あの左近とかいうやつ放っておいて。兄貴、あと頼む。俺どうしてもやらなきゃならないんだ。行くぞ、案内しろ。吉森、こんな時にどこへ行く気。来るな。もうだからって、はいそうですかって言えるわけないじゃない。あいつ、ガラス森離れてどこへ行く気だ。持ち場離れちゃダメだよ。こんなところ俺たちには大した出番ねえよ。この地を守る結界師とやらはどこですか。ガギン様にムザムザやられた小僧のお仲間はもう結構です。退屈で仕方ありません。取り消しなその言葉。ゲンはムザムザやられたりしていない。お仲間として小僧のプライドを守ってやりたい気持ちはよくわかりますよ。ゲンはガギンとやらをあと一歩のところまで追い詰めたんだ。しかし死んでしまったんでしょ。いいですな、人間の世界は死ねば名誉が守られる。黙りな月の女、やっておしまい。ヤイキシドロ、加勢いたす。月の女、頑張っておりまする。頑張ってこの程度ですか。ヤイジ、ゲンの痛みはこんなもんじゃなかった。ゲンの苦しみはこんなもんじゃなかった。劇場に任せて行動するとろくなことがありませんよ。みんな手を引け。犠牲は出したくない。全員下がれ。犠牲は出したくないとは、なんとまあ甘いことをおっしゃる。戦いに犠牲はつきものでしょう。お前程度が相手で犠牲を出すようでは、それこそ甘い。部下の手前、虚勢を張らねばならぬ指揮官もつらいですな。
このカラス森、お前たちの好き勝手させるわけにはいかない。やっと結界師のお出ましですか。だが、あなたは正統継承者ではないらしいですね。探したぜ、カグロ。あれ、お前一人？この格好で行けば犬を連れてる結界師二人が気づくはずだって言われたんだよな。めんどくせえ。いいえ、一人で。私のせいじゃないし。カグロじゃない。カグロはどこだ？お前誰だ？カグロはどこだよ？捕まえろ。けっけっけっ、やるじゃん。けっけっ、面白くなってきたね。私を本気にさせるなんて、久しぶりに息のいい相手だよ。なんだお前、誰だ？私はシオン。勝手で悪いんだけどさ、ちょっと付き合ってもらうよ。お前が探してるカグロは国防楼に行けば会えるよ。じゃあ俺をそこへ連れてけ。あ？お前何言ってんのか自分で分かってんのか。そうだよ吉森、しっかり押し。うるせえ。まったく、まああんたって子は。少し黙ってろよ。いや黙らないよ。どういうことか分かってんのかい。私がうるさい犬だね。もっと考えてこうと。カグロがそっちにいるんだろ。なら連れてけ。なんだよお前、調子狂うな。まあいっか、自分から行きたいってんなら面倒がねえな。なんかよくわかんないけど、連れてってやるよ。なんなんだよあいつ。何考えたら連れてけって発想になんだ。見つかった。いやまさか、気配は完全に立ってる。どうすっかな。殺しとっか。待てよ、結界師二人連れてこいって言われたんだっけ。こいつってことでごまかしとっか。よし、みんな引き上げっぞ。どっち？人側の匂いが途中で消えちゃって、他のあやかしの匂いと混じって。言い訳はいい。あ、吉森はどこ？ あ、ハニー、あれ。え？ダダロ、しっかりしなさい。吉森はどこ？何言ってるかわかんない。ハニー、やりすぎだよ。そっか。あのバカは。吉森。結界師を連れてくるの？シオンにはそう命じました。つまんない、カラス森を落とすんじゃないんだ。事前の策というやつです。たとえカラス森が落とせなくとも、結界師を連れてくれば今回の作戦は成功と言えましょう。どうして？失礼ながら姫のお力は衰えていらっしゃいます。知らない。この城を維持するために結界師の力、空間を滑る能力を使おうと考えております。できるの？そんなこと。おそらくは。でも向こうがうんって言うかしら。その時は虫を入れます。いや、言ったでしょ、私その目で見られるの大嫌いなの。申し訳ございません。どうかお許しを。姫、何卒お顔をお上げください。面白かったわ、ヤクの慌てぶり。そういうとこ好きよ。
戯れを。でもシオンがいなくなるとカラス森はサコンが攻めるんでしょ。いいの、あの子をほったらかしにしといて。落とせば幸い、あとはサコンごとき何とでもなります。このサコン、カラス森を我が物となすことをここに宣言いたしましょう。いいだろう、本気で行かせてもらう。それは困ります。さてとどうしますかな。本気でやり合ってもいいんですよ、私は。ただしお仲間の首は折れてしまうかもしれませんね。おじいちゃん、黒雲が流れてくよ。何？国防炉を撃退したのかな。でも学校の上にまだ黒雲残ってる。どういうことじゃ、主力を残して一部が引き上げると。どうすんだよハニー。なんとかあのバカ助けなきゃ。私を国防炉へ連れて行きなさい。それともここで消されたい？分かったよ。ハニー、俺たちはカラス森からこれ以上離れられないんだ。ヨシモリを頼んだわよ。なんとかする。